不思議に思う。こんなにたくさんいる人の中で俺が選んだ相手はなぜあいつだったんだ。周りに魅力的な女の子がたくさんいるのに、知り合うチャンスもそれなりにあるのに、俺は親友みたいな、兄弟みたいな、そんな相手に恋をした。今の二人の時間がこのまま永遠に続けばいいと、この思いがあいつに届くようにと、そんな夢みたいなことをずっと考えている。DVD 持ってきたんだけど。ああ、朝別々だったから知らない。そっか、じゃあ悪いけどこれ返してくれない？いや、大谷君たちって便利だよね。どっちかが捕まればもう一方にも伝わるの。自分たちも楽じゃない？いや、腐れ縁ですから。いいなあ、私も誰かと一緒に住みたい。翔くんどう？じゃあいいじゃん、翔くんのとこ広いしさ。やだよ俺、北垣の友達のたまり場にされるの。大丈夫、私秘密主義だから。おありがとう。やっぱタバスコがねえとな。おいな、いつ貸したんだよ。これ俺んだろ。いいだろ、減るもんじゃないんだからさ。それにお前のものは俺のもの、俺のものは俺のものだから、その DVD は俺のものな。もうちょい待ってろ、もうすぐできるからな。こいつが同居人の立花美也子、女の前で笑えるだろと本人が言うので、特に笑えるとも思わなかったが、なんとなく名字で呼んでいる。なあ、あ？翔くんと北垣って付き合ってんの？さあ、まあでもよく一緒にいるし、そうなんじゃん？うん。なんで？いや、同居するとか言ってたから。うまくいくんですかね。俺らはうまくいってんじゃん。俺らは特別なの。もう盛り付けだけだから待ってるよ。よし、できた。なあ、来週の予定なんだけどさ。うん。今年は二人でなんかいいもん食いに行かね。なんだよ。いや、ベタだなと思って。じゃあいいよ。シンうるせえ。誕生日食べたいもの考えとくよ。でさ、物は相談なんだけど。なんだ気持ち悪いの。君のマグカップ、うん、てめえこれ、お前俺のないから。去年俺がプレゼントしたやつだろ。だからなんだ。だから騙されねえかんな。だからごめんってな。今度ちゃんと埋め合わせするから。なあ、もうな、せっかくできたらし食べよ。よし、タバスコタバスコ。よし、いただきますと。
ですね、だよな。あ、海来て、海。ああ、ひょっとして立花くん、やど、モテニクマイル、ゆきちゃん、すごい久しぶりだね。何してんの、この子。友達がここの経済なの。あ、遊びに来たんだ。そうよ、元気。元気だよ、ゆきちゃんこそ。相変わらず俺好みの可愛い顔してさまたまた。あ、こっちは森川かなちゃん。お、同じ年だい。そう、かなです、よろしく。どうも、立花です。で、こっちのブライソンなのが大谷慎也。どうもどうも。お前はさ、二人とも相変わらず一緒にいるんだ。だよね、俺らもよく続くよね。勢い余って流行りのホモになるのね。まさか。当たり。生でホモ見んの初めて。今二人で住んでるから今度遊びおいで。深夜。ごめんね。いやほらさ、男の二人暮らしなんか汚いもんだから。いや、そう、今度どっか飲み行こうよ。いいね。ね。私この近くのカフェでバイトしてんの。今度お茶飲むから来て。行く行く。何日出てんの？月水。悪い、水沢、俺らこれからバイトあっから。え、じゃあね、バイバイ。おい、深夜。おい、ちょっと露骨すぎるんじゃねえのか今の。かなり感じが悪いんですけど。俺は誰かさんと違って愛想振りまけないで。お前だってうちに置きなんかこれっぽっちもねえくせに。あれは社交辞令っていうやつですよ。ああいうのは社交辞令って言わねえだろ。います。おい、ああいうのは社交辞令って言わねえだろ。ちょっと待って。あっ、また最高とした。え、そういうの。かっこいいじゃん、二人とも。うん、ユキの高校時代のアイドルだった人たちでしょ。よく覚えてるね、そんな話。散々聞かせといてよく言うわ。あ、この近くでバイト探してたのって。考えすぎ。暇だね、いつも。お前、かんこ鳥って見たことある？ないですけど。見たい？別に。見ろよ、ほれ。カンコン、カンコン、カンコン、カンコン。多分違うと思います。だよな。俺もやっててそんな気がしたよ。今日はやめっか。え、お前が笑ってくれたら続けようと思ったんだけどな。それは無理です。2万6000円。え、でコントロールで本。ああ、そう。
帰り。早いじゃん。どっか行くの？いや。晩飯は？いや、だから飯食いに行こうと。どこに？ゆきちゃんのとこ。お前も行く？誰が行きますか。来てんじゃねえかよ。飯は食わなきゃいけないんで。お待たせ。大谷君も一緒になって嬉しいよ。いや、こいつが飯まだだって言うからさ。おかしいな。本当に全然変わってないんだね。何が？いつもそうだったじゃん。マックとかカラオケとかどっちか誘うと必ず二人で来て。必ずってことはないでしょ。小学生じゃないんだからさ。悪かったですね、小学生。ここ料理も美味しいからゆっくりしてって。これサービス。ないしょね。どっちかじゃねえだろ。え？あいつが誘うのはお前だけだろうが。怖いよ顔が。水沢由紀子のムカつくところ、それはあの妙にさっぱりした万人受けする性格だ。きっと友達も多いんだろう。可愛いしそれなりに色気もあるんだから、性格くらい悪けりゃいいもの。深夜もお疲れ。お疲れ。よし。大谷君って何のバイトしてんの？近所のラーメン屋。これさ、店でも超不愛想なの。ひどいよ本当に。大谷君はそこがいいんだよ。完璧な、ほら完璧。あ、わかるかお前。接客業はこうじゃないといけないんだよ。お前さっきからうるさいよ。なんか懐かしいな。あ、そうだ。一足早いバースデープレゼント。マジで？橘君もうすぐ誕生日でしょ。覚えててくれてたんだ。ありがとう。開けていい？もちろん。ジェラシー？これ何か意味あんの？え？何もないよ。香りが好きなだけ。気に入ったら二人で使って。去年の誕生日プレゼント、俺何あげたか覚えてる？は？ライターだろ。ありがたく使わせていただいてます。ああいうの愛され系って言うんだろうな。ああ、ゆきちゃん、いい子だよな。そうですよね。
いい子ですよね。うわっ、おなんだよ、おい天柱、おい、あっウィズサワーの匂いがする。今日同じのつけてたんじゃない？なんか俺深読みしそう。自分の匂いを男に送りつけるってなんか意味ありげじゃね？あの子の場合そこまで深読みしなくてもいいだろう。高校の時お前あいつとすっげえ噂あったじゃん。あったっけ？とぼけんなよ。でどうなの実際付き合ってたの？大谷慎也くん、うん、嫉妬って感じで書けますか？もちろん、どっちとも女編。ま、嫉妬するのは女だけじゃないけどな。あれ、うん、水沢って前違うのつけてなかったっけ？おう、ティファニーのなんとかってやつ。なんでそんな詳しいわけ？買うの付き合わされたんだよ。あ、もしもし先輩。はいはい、いいっすよ。はい、いつの話だ、そんなの初めて聞いた。わかりました、じゃあ。なんで今になっていきなり言うんだよ。何を？ティファニー。だってわざわざ話す必要もないだろ。話すことだよ。隠す必要がないなら最初から隠さなきゃいいし、言う必要がないなら最後まで言わなきゃいい。ちくしょう、水沢の匂いがする。お前昨日これ見た？ん？風力高品空気フォッ更新って2ヶ月分の家賃払うんだよな。そう、あと不動産にプラスアルファ。いっそのこと引っ越すってのも手じゃね。ここ駅から遠いし。うん、でもこの部屋結構気に入ってんだよな。日当たりとか風通しとかさ。確かに 1DK でこの家賃になったらものがないよね。まあ強いて言うとして部屋数が足りないだな。男の二人暮らしで 1DK じゃ体裁悪いよな。ベッド一つだし。まあ女の子は呼べないよな、水沢とか。お前いい加減にしろよ。俺そんなこと一言も言ってないだろ。あの噂マジだったんだろ。水沢も寄り戻してんじゃねえの。じゃあ居候って建前にしときゃよかったか。その辺男は嘘が下手だよな。まあ俺ら二人ともすねに傷持ってるし。ゆきちゃんだろうと誰だろうと俺呼ぶ気はないよ。どうだか。じゃあ一緒同居やめるか。確かに俺も一人の部屋が欲しいと思ったことあるよ。ああ、俺が邪魔な時もあるわけだ。そんなこと言ってねえだろ。言ってんだろ。悪かったな、気づいてなくて。皆さんも僕と一緒に憧れの素晴らしい服を手に入れましょう。
EMS 落車サイズは服だけではありません。せやせや、うちに？ああダメ。実はこの間から北脇は止まってんだよね。ああそうなんだ。なんか知らないけど自立したいんだって。でとりあえず部屋決まるまで同居。何立花と喧嘩でもしたの？そんなとこ。そっか悪いな。あいいよ、ごめんな。どうせ今頃立花も泊まるところを探してることだろう。長い付き合いでわかる。こういう時あいつは家に帰ってこない。でさ、だからそんなわけだからさ、頼むよ、今日だけでいいからさ。今日？今日じゃないとダメ。今日だけでいい。ねえ頼むよ、お願い。今日は彼女が来るんだよな。分かった、じゃあ彼女がいてもいいからさ。いやどっか端っこでいいから。ごめん、頼むよ、ね。本気で個室が欲しかったわけじゃない。都内 2DK で3万、怪しすぎんだろこれ。何が？あの今日止めさせてもらって。おい、チャーハン超大盛りお待ち。はい、お待たせしました。ありがとう。帰った？あ、昨日考えたね、新しい。で、何？あ、やっぱいいです。このコントロールキーを押して、で、押しながらこのホームを押します。はい、そうですね、それでどっちも押しますね。他にわからない方いらっしゃいますか？はい、大体今の説明で分かりましたね。それでは実際にテキストの12ページを見ながら同じように入力してみましょう。都内 2DK で家賃3万？すいません、飲みすぎなんじゃないの？もう大丈夫って。お疲れ。お疲れ。もうすっかり出来上がっちゃってる。全然酔っ払ってないって。てか私にもビールお願いします。はい、ビールだって。せっかくの週末なのにバイト先で酒盛りっていうのもなんだよね。確かにね。もう彼氏がいないの？ゆきちゃん。急に。え？リズム高いんだよね。そんなこと。そういう立花君はどうなのよ。俺はご想像にお任せします。ずるい。ご想像にお任せします。自分だってごまかしたじゃん。そんなことないねえ。ほらほら、一人でいるのかな。大丈夫って。
最高。大丈夫？あ、うん。どうぞ。よいしょ、よいしょ。頑張れ。よいしょ。ビールは？もう飲まないよ。大丈夫。ゆきこビールをちょうだい。ビールをちょうだい。スリープ。いつもこんな感じ。生地場の空気が読めるからはしゃいじゃって。飲めもしないのに。でもだからこそ気が合うんじゃない？かも。座って。あ、ありがとう。珍しいね。え？一人なんて。俺だって一人で遊びますよ。なんかあった？普通に喧嘩。へえ。喧嘩するんだ。しますよそりゃ。付き合い長いからわかるんだけどさ。こういう時あいつも大抵外泊すんの。そう。お茶飲んでいく。何やってんだよ。見てわかんだろ、怪我だよ怪我。どうしたらそんなとこで怪我できんだよ。遅かったじゃん。ゼミのやつと飲んでた。ほらほら、昨日は悪かったよ。俺もまだ更新まで時間あるし、いいとこ見つかったら考えようぜ。俺にはもう一つ考えなくてはいけないことがある。それは橘へのプレゼントだ。僕に言うの？いや、どうすっかと思って。やめとけって。わざわざことを荒立てる必要はないって。だよな。北垣は彼女じゃないよ。だって同居してたんだ。
ただの友達。今日はアパート見つけて出てったし。そうなんだ。翔くん、バイバイ。バイ。それに俺の恋人はアメリカにいるし。え、マジっすか。どこで知り合ったの。ニュージャージーのハイスクール。あ、かっけえ。そっか、翔くんって帰国子女だったっけ。うん、あんま人には言ってないけどね。あと写真とかないの。写真あるんでしょ。まあ、お前らならいいかな。口堅いし。アルフレッドって言うんだ。参ったな。ああ。あの場合、俺らも一緒だって言っとくべきだったんじゃないのか。もしかして気づいてんじゃねえの、翔くん。やっぱ俺、お前と一緒にいるのが一番楽だよ。俺もこんなに長くいんのになんで飽きねえんだろうな。さあな。さあなとか言うなよ。もっと気の利いたこと言えよ。なんだよ。気の利いたよ。ピアスお前なんだよ。お前これ俺のピアスだろ。これお前のものは俺のもの。出ちゃう。あ、怖いよお前。どうよ。明日バイト入ってる？いや。そしたらプラネタリウムとか行かない？え？いいけど、男二人で星ですか？いや、ゆきちゃんと。約束しちゃったんだよ、3人でって。なんでそうなるわけ。いいだろ、友達なんだし。それ以上だ。俺にはそこに愛が見えるね。そうですか。東の空を見上げてみてください。東の空に明るい星が3つ見えています。これを線で結ぶと大きな三角形ができます。これを夏の大三角と呼んでいます。これは夏の星座を探す目印になります。この中でも一番明るい星、この星、これはこと座の一等星でベガと言います。日本では七夕の織姫星としてよく知られています。それでは織姫星が見つかりましたから、彦星も探してみましょう。彦星はこちら、もっと空の低いところ、この星です。これが彦星ですね。二人からジェラシーの彦星は和獅座という鳥の星です。鳥の星座のアルタイルと呼ばれている星です。シャレになんねえよ。そして夏の大三角で残ったみんな同じ匂いになってるよ。これはつけてきてくれたんだ。ゼネブと呼ばれる星です。ゼネブ、これはただの釣りが
それもまた鳥の声ですね。相変わらず大谷くんが言うとシャレになんなくておかしい。夏の大三角を見つけることで、だからシャレじゃねえって言ってんだろ。立花君、誕生日のイベントって何か計画してんの？いや、別に。じゃあ、うちでみんなでパーティーしない？カナがケーキ焼くって言ってくれてるし。マジで？誕生日っていつもどうしてんの？普通に飲み会とか、まあ、忘れてる時もあるかな。じゃあ、今年は特別にしようよ。なるほど。やっぱ役者にしちゃった。ありがとう。深夜。俺ちょっと用事思い出した。先帰ってる。ちょっと待てよ。二人でゆっくりしよう。子供みたいなことすんなよな。どうせ子供だよ。ゆきちゃん気を悪くしてただろ。今年の誕生日は二人だけでやるって言ったよな。だからってあの態度はないだろう。ライター喧嘩したあの日だろ。水沢と会ってたのか。ああ別に何もないよ。かなちゃんもいたし三人で飲んでただけだよ。じゃあなんで嘘つくんだよ。なんか後ろめたいことでもあったんじゃねえのか。お前が余計なこと考えると思ったからだよ。何してんだよ。見りゃわかんだろ。契約更新だしいいタイミングだよな。ごめん急に。いいけど。また喧嘩したの？二三日で部屋探すから。ごめん。ちょっといさして。好きなだけ言っていいよ。サンキュー。そっか。やっぱ翔くんちか。今風呂入ってる。何があったの？意見の不一致。巻き込んじゃってごめんね。俺はいいけどさ。早いとこ和解した方がいいよ。長くなるとこじれるし。わかってる。心配じゃないの？え？離れてて。ああそりゃ心配だよ。サンキュー。
離れてると勝手に想像を膨らまして不安になるし。近くにいても不安だけどね。時々会いたくて会いたくてたまらなくなる。会いに行けばいいじゃん。金ないよ。どうせ行くなら最低でも1週間はいたいしさ。なんか恋愛ってすげえ無駄な気がしてきた。無駄だからいいんじゃないの。無駄だから楽しいんだよ。すいません、なんでもない、失礼しました。立花、これどう？
しぶり。最近大谷君と一緒じゃないんだね。いろいろあってさ、聞いてない翔くん。ああそういえば翔くん来月アメリカ行くんだってね。夏休み利用して恋人に会いに行くんじゃない？そうなんだ。知ってんの翔くんの恋人のこと？うん知ってる。立花くんも聞いたんだ。アメリカ大谷くんも一緒に行くんでしょ？昨日立花くんが店に来たんだけど、なんか様子が変だったから。うん、何でも筒抜けってわけね。喧嘩したの？私なんか気に障ることしたかな？別に水沢のせいじゃねえよ。これは俺らの問題。大谷君好きな人いるでしょ？え？っていうか私のこと嫌い？なんか変な言い方だよね。違うの。いつも立花君誘うと大谷君も来てくれるけど、つまんなさそうにしてることもあるし、どうなのかなと思って。嫌いなら行かないよ。でも大谷君と二人で遊んだことないななんて思って。私いつもそうなんだよね。好きになった人から好かれないっていうか。あ、まあ何言ってんだろう。ごめん気にしないで。ごめん。俺やっぱり好きな人いるんだ。もしかして冷たいのなんもないや。あ、いいよ。すぐ帰るから。大谷のこと？アメリカ行くんだって？借金しちゃったけどね。深夜も行くのか？まさか。金は借りたけどね。なんだよ、ガセかよ。それで来たんだ。彼とは何年続いてんの？
なんだかんだで4年かな。間は空いてるけどね。すげえよな、超遠距離恋愛。うん？彼のどこが好きなの？難しい質問してくるな。一言で言うならバカなところっていうか、わかりづらいよな。時々無性に恋しくなる。電話で1時間とか喋ったばっかりなのに、会いたくて会いたくてたまらなくなる。わかるよ、俺もそういう風に人を好きになる。俺が好きになったやつも同じように純粋だからさ。良くも悪くもプライドが高くて我が強くてバカで子供で、そんなくせすぐ傷つくしさ。でもなんかほっとけないんだよな。翔くんの彼ほどまっすぐじゃないけど、だけど俺にとっては何を置いてもそいつなんだよ。なるほどね。大谷、ちょっとコンビニ行ってくる。何突っ立ってんだよ。誕生日ケーキ買ったのはいいけど、いつ渡そうかと思ってた。途中で落としたから潰れてっかもな。もしお前が個室が欲しいんだったらこれなんて言っても、こっちの前ちょっと古いけど平瀬の割に今と家賃あまり変わらないし、友達も呼べるから。こっちは駅から近くてすごく便利なんだ。ちょっと家賃は高いけど、でも俺頑張ってバイト増やすからさ。だからもういいよ。帰ろうぜ。いつから知ってた水沢のこと？正直高校の時から薄々はな。ひょっとして俺って最低？ちょっぴりな。どうして言わなかったんだよ。だってお前動揺すると思ったし、それに悔しいじゃん。立花美和子君、嫉妬って漢字で書けますか？悪かったな、書けねえよ。あれ塾の講師が書けないんですか？俺は塾の講師じゃなくてパソコン教室なんだよ。デジタルデジタル。キーボードに頼りすぎっていうやつです。
もしもし。あ、俺大谷。もしよければの話なんだけど。なあ、やっぱ来ねえんじゃねえのか？かもな。やっかな、二人でもいいだろ。だよな。よし。水沢、ゆきちゃん。裏門からの方が気づかれないと思って、警備員さんに。今だから話せるシリーズ行こうぜ。え、何それ。この1、ユキちゃん、2組の横井ってやつ覚えてる？横井？そう、あのユキちゃんのこと狙ってたやつ。そんな人いた。あー、いたいたいた、横井ね。あの、メガネかけてパッと見おとなしい。そうそいつがさ、めちゃくちゃ嫌がらせしてたのよ、スペラに。そうだよ、ってかなんで俺まで。マジ？ごめんね。って私が謝ることじゃないか。ユキちゃんさ、だって一部の男子のアイドルだったからね。アイドルは立花君たちじゃん。なんで？いつも楽しそうで2人に憧れてる人多かったんだから。言ってよ、高校の時に。今だから話せるシリーズでしょ。そういえばお前、3年の時、秋月陽子ちゃんに告られただろ。来た、暗い過去しり。女慣れしてねえっつうか、なんつうかさ。うっせえ、お前みたいに汚れてないんだよ、俺は。俺はいつでもピュアだよ。立花の宮子君、ピュアって感じで書けますか？書けるよ。あっさ、お前、許さないでくれよ。書けねえよ。おい。じゃんけんぽん。下。おい。お前一歩がでかいんだよ。足が長いんだよ。君はね、純粋な子供の心を忘れてる。ここでいいよ。ありがとうね、楽しかった。うん、じゃ。待って、親愛のハグ。
ハッピーバースデー。ありがとう。3人で花火してなんかね、3人で思い出話に花を咲かせるっていうより、まるで私にかこつけた2人の思い出話を聞かされてるみたいだった。でも今日も思ったんだけどね、やっぱり私昔からあの二人を見てるのが好きなんだよね。立花先生、一つわからないことがあります。ん？果たしてこのベーグルっていうのはうまいのかまずいのか微妙ですよね。クリームチーズうまいよ、普通に。これ食べると口の中の水分が全部持ってかれる、そして飲み込めない、そして無理をして飲み込むと水が欲しい。お前が食いたいっつったんだろ。喉が渇いた。分かったよ、コーヒー飲むか。ああ、もしかしたら切れてっかも。なあ、あ
好きだよ。何？ん？そう何度も言わない。聞き取れなかったお前が悪い。なんだよ、言えよ。何でもねえよ。言えって。おい、もし願い事ひとつ叶うならば君に会えますように。そして何度も夢に見た大きな未来が続きますように。待って。お前これ、先のことは考えてもしょうがない。考えても思い通りにはならない。ただこのままこんな毎日が続いていけばいいと今はそう願う。言霊って本当にあるんだろうか。口に出して言ってみたらそれが現実のものになるんだろうか。俺がお前に発する愛の言葉の数々にいつか言霊が宿るといい。